ウォーレス・スピアモンはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。父は1987年に世界選手権200メートルで準決勝進出、ユニバーシアード200メートルで金メダルを獲得するなど活躍したウォーレス・スピアモン、シニア。スピアモンは本格的に陸上競技を始めたのは2004年からであったが、その翌年の世界選手権の200メートルで、 銀メダルを獲得するなど、早くもその才能を開花させた。2006年には、200メートルで、世界歴代3位となる19秒65をマーク。また、2007年の世界選手権では、タイソン A、ウサイン・ボルトに次いで3着でフィニッシュし、2大会連続でのメダル獲得となった。また、400メートルリレーでは2層を務め、金メダルを獲得している。2008年、 北京オリンピックの200メートル決勝では3着でフィニッシュしたがレーン侵害のため失格となった2009年世界選手権では今季自己ベストとなる19秒85を記録し3着となった2010年にはこの年から新設された IAF ダイヤモンドリーグの200メートルで年間王者に輝き IAF コンチネンタルカップの200メートルでも 出場選手でただ一人19秒台をマークして優勝した。2012年には全米選手権県ロンドンオリンピック代表選考会の200メートルで追い風参考記録ながら19秒82の好タイムで優勝し、4年前の雪辱を果たすとともにオリンピック初のメダルを獲得するべくオリンピックに臨んだ。しかし、2大会連続で決勝に進出し、 決勝では、今キ自己ベストとなる19秒90をマークしたものの、3着のウォーレン・ウィアトレイビオ・レイロックサの4着に終わり、またしてもメダル獲得はならなかった。2014年8月、エドモントンで行われた、競技会のドーピング検査で、メチルプレドニゾロンが検出され、8月27日から3ヶ月間の資格停止処分となった。ウォレス・スピアマン・アッコセブッツ3。 マンスドーピング版。BBC2014 年12月6日閲覧。ありがとうございます。